21年間継続でございます。日本テレビ24時間テレビ、愛は地球を救う募金、今年も協力いたします。金箔が吹いてもゲない国産仏壇、お仏壇の販売が転職長た後期でございます。2023年8月の26日土曜日、今ちょうど5時43分朝動画、朝ドーちょうど。 34。3, 4, 5。5。4。3となっております。はい、えー、外はま熊田熊あのフライですかね。だいぶ夜明けが遅くなっております。2 4度はい。まあ,ありがたい。早かですね。1年間、今年も日本テレビ24時間テレビ愛が地球を救う。ポッキング共同放送行きましょう。 結構こうずっしり重いですよ。これも自分で言うのも自画自賛ですけどね。これはもう毎年やらさせてもらっております。あの、これ見ていただくとわかりますけどね。よっこらでしょ。これはこうやってですね、これ証拠の写真ですね。ちゃんと毎年渡してますね。これとかですね。これ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 。こういう感じでですね、頑張ってやります。まああの、あ、それとですね、あの、実は私ですね、平成の24年だったかな。これ全国放送出てるんですよ。 ここ私、これ朝の6時半頃、あの、小国から、小国からですね、中継、全国放送だったんですけど、これが私です。あ、これ、あ、あ、こっちだ、こっち。 モンを持って登りを、これ、これ私です。はい。あの、平田彩ちゃんからここですね。平田彩ちゃんでございましたけどですね。まあそういう感じでですね、全国放送にも、まあ昔の話ですけどね、出させてもらいました。福岡あたりから、ダメだ、電話かかってきた全国から電話かかってきた知り合いから。<laughs> はいはい。はい。まあそういう感じでですね、20、21年間毎年協力、日本テレビの愛は地球を救う、やっぱ金ちゃんの時から見てましたよ。 あの金ちゃんの『24時間テレビ』やっぱ原点やっぱこれ日本人のですね原風景の一つかな夏休みの最後にですね あの、暗い、ちょっと安入な気持ちにもなりますけどね。夏休みの宿題をしながら見てましたよね。はい。24時間テレビ。で、平成25年にですね、全国放送に出演もさせていただいております。はい。ありがたいことでございます。で、社会貢献、仏壇展としてですね、あの、生活困窮者支援、仏壇無償提供。こちらにもありますけどね。今も三百二百あ三380か。 380を超えておりますけど、ですねやっぱりいろいろ生活に困ってらっしゃる方にですね無料でお仏壇を提供させていただいております、お仏壇を拝むと、ですね必ずいいことがありますよ、ご先祖様のご加護があります、まあ、そういう形でですねこの活動は継続してまいります、まあ、そういうことをですねやっぱ教えてくれたのは、1つ、24時間テレビというのは大きいと思います、日本人のですね。 真相心理の中にやっぱ染み込んでますよね。素晴らしい番組だと思います。社会貢献。えー、仏壇店として協力して参ります。それと、募金ですね。まあまあ、ビビたる額ではございますがですね、お客様からのご上剤。それと、あの、私がいろいろお買い物したハシタロウ、まあ、小銭をですね、入れさせてもらってますけどね。これもずっと継続して頑張りますので、ひとつ皆様よろしくお願い。 申し上げますはい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運を終わって、お祈り申し上げます。